ガンマンブライは1966年のイタリア・スペインの西部劇映画。監督はフェルディナンド・バルリ、出演はフランコ・ネロ・トコレキ・トッシュなど。父親の仇をを捉えるためにメキシコにやってきたテキサスの保安官とその弟を描いている。テキサスで保安官を務めるバートは7歳の頃に父親を無法者のシスコに殺された過去を持っている。ある日、バートは シスコを捕らえて裁判にかけるためにメキシコに向かうが弟のジムが強引に同行する。メキシコではシスコの名前を出しただけで無法者たちに絡まれ、シスコの息のかかったマクレオドやミゲル市長からはテキサスに帰るように命じられる。それでもなんとかシスコの屋敷にたどり着き、単身でシスコと対峙したバートは、シスコからジムの実の父親は自分であると告げられる。 苦悩したバートはジムをシスコの屋敷に残し、シスコに命じられるままテキサスに戻ろうとするが、そこにシスコに反旗を翻した町の人々が現れ、彼らに協力してシスコの部からと戦うことになる。一方、ジムはシスコから息子であることを告げられ、激しいショックを受ける。シスコの部からを倒し、シスコの屋敷に乗り込んだバートだったが、シスコはジムを人質に取り、 ジムを巻き込んだバートを攻めて撃ち殺そうとする。ジムはそれをっさに妨害するが、その場に駆けつけたシスコの部下に撃たれてしまう。激しい怒りに駆られたバートはジムを撃った男を殺すが、ジムはバートの腕の中でテキサスに戻ったら、さようならテキサスと伝えてくれと言い残し、生きえる。バートは激しい銃撃戦の末にシスコを倒すとテキサスに帰る。 ありがとうございます。